もう10人でアマンガース、まあ、の宇宙船人狼と呼ばれてるね、今巷で話題のゲームをやっていきたいと思います。お願いします。簡単に説明すると、この宇宙船にはですね、まあ、10人の中になんと2人の裏切り者がなんと答え、え、過呼吸多い、うん、で裏切り者は他の乗組員たちと、まあ、その自分たち、自分たちその裏切り者2対2にできたら勝ち、はい、そして乗組員、他の裏切り者じゃない人たちはこの裏切り者を見つけて2人とも通報するか、うん、それぞれに与えられたこなすべきタスクを全部クリアできたら勝ちとなっております。はいはいはい、はいはい、でゲーム中は会議の時以外はみんな通話オフになっていまして、はい、でそれぞれの画面ですかね、こうあのそれぞれの視点で見れませんので、ぜひ中窓でそうです、お願いします。パソコンとかネタバレは切れてもしないように注意お願いいたしますね。はい、はい、さあ、誰か死体っぽいの落ちてないかだけ見てみようかな。次のタスクはエレクトリカルに行けばいいから、ここで一応場所見れるよと言った。どういう状況え、なにピクミンなんだけど、ちょっと固まって動かしすぎじゃないもうどういう、あんなはみ出すの初めて見たんだけど。とりあえずここのタスクやっとくか。ダウンロージュ、これ犯人が難しいんだ。俺初めてやったときに、今天海司が一人でいたな、うん、チェックチェックと。天海が右に抜けていったな。ちょえ、なるほどね、引き寄せか。あ、来てるやられてる。あ、2人も死んでる。ひなたちゃんも、あ、ひなたちゃんもだ。あ、黄色が中心やられてるよ。黄色が中心。え、なんか上の方にめいかちゃん一人で行ったよ。今、その前に今、位置を教えてください。今俺はいたのは、コミュニケーションのタスクをしてました。下で。右下層。で、それで、今、白ちゃん多分8あったと思うんですけど、あの報告しようとしたところに一緒にいたっつね。なるほど。あ、なるほど。あ、じゃあ一緒のタイミングだったってこと？うん、その前に死体の場所確認しよう。そうだね、そうだね。そうだね。あ、そっか。入れと、今見ると、あんまり作りやすくなっちゃうから。ああ、うまい。方法があるので。なるほど、なるほど。うんうん、ああ。じゃあ先に皆さんの場所を。お願いします。はい。じゃあ私はですね、マットペインにいました。あ、僕はストレージにいました。ないんだもん、ストレージ。怪しいな、おい。怖っ。ゴミしてる瞬間をシロちゃんに見せたんだけどね。あ、そうなんですね、ありがとう。興味なくてくさ。なんだそのアピール。いや、俺からすると展開っぽいんだけどな。ちょっと続きね、さんの件で、もう一つ補足があるのは、はい、リアクターでのそのなんだろう、原子炉のあの緊急の時に、うん、はい、あの司さんがやたらボタンを押すのに手間取ってた気がします。あー、いや、あれは普通にあのクリックミスですね。なあ、どうなるかわからないけど、やってたんだけど、はい、長いことやってて、ともりが後から押しました。あ、ポントクちゃんがナビゲーションからウェポン行ったって言ってたんだけど、うん、うん、リアクターで青いポンポクちゃん結構手前に見たよ。リアクターであのタイミングでそこまで行けるから、そうだね、遠いな、遠い、結構長距離。カフェテリアって通ってリアクターって行けるのかなって思った。ちょっとえ、リアクターのこう一周回ってきた、最初のスタート地点からあの短時間で、ね、短時間で行くならあの裏ルートの通る。葵ちゃん練習の時からちょっと追っかけてくるな。葵ちゃんと白ちゃんがいたところで通るはず。あの、いやでもこの、あ、そう、合うはずなんだよね、そうすると。あの、ピーナッツくんなんですけど、理由が、ポコピー、見かけとかじゃなくて見かけ、あの、なんか、緊急招集かかった時に、うん、ずっと作業してて、ピーナッツくんが、うんうん、そう、全然その、緊急招集に反応しないので、なんか、何開いてんのかなってちょっと気になったり、あの、その、白の見つけたピカちゃんの方の死体の近くにいらっしゃったので、その、さっきのご報告だとストレージにいたって話なんですけど、白シールドで見た気がしていて、うん、
シールドか分かりません。もしかしたらそっちかも。ゴミを出してたのを見てませんか。ピーナッツくんはね、ストレージの右下のところでゴミ捨ててた。あーじゃあ、見てる人がいたんだ。ありがとう、ありがとう。助かった、助かったね。天海はどのルートでナビゲーション行ったの実際。ナビゲーション、うん、どのルート、どこからのタイミングかによるんで、普通に下側にいたよ、うん、俺はずっと。でも出会ったよね、すれ違ったのは覚えてる。あのポンポコとかといたし、そう、うん、結構何人かと。いや、俺は前回疑ってて、あのストレージの死体が、うん、あのストレージの北側の方に落ちてたのよ。で、うん、天海が普通に走ってきてたら、うん、下側通るでもないけど、まあ見えるんよ、絶対、その死体が。あ、え、見えるかな、ストレージ広いし、真ん中にさ、資材あるし。まあ、一旦保留でもいいよ、俺は。次でもいい。保留にしよう。時間ない。俺は天海を睨んでるよ。保留しよう。え、なんだ、なんだ、今の。見えてしまう。よし。いやー、よかったんかな、これで。むずいね。なんか、でも決めつけでミスったらマジで失敗するから、気をつけないとね。もうちょっと警戒してやろう。これあんまり固まって動くと犯人が辛いらしいんだよね。だからあんまり集団行動俺はしないようにしようと思って。さあ、今シロちゃんか。今すれ違ったのはシロちゃん。だいぶ死んだな。見てしまいました。なになになに、僕は見てしまった。なになになに、何が、なんだ、つかさくん、おい、なに、つかさくんだ。おい、何が、なんで、マリちゃんが死んだの。僕はマリちゃんを信頼してずっとマリちゃんを追いかけてて、はぐれたからちょっと追いかけたらつかさくんがマリちゃんを殺した。長いな。いやいやいや、怪しい怪しい。え、死体見つけた方法じゃなかったよ、これって。いやだから、つかさくんにまた殺されるかもって思ったから逃げちゃったんだよ。うん、あーなるほどね。逃げちゃった。その場から逃げた。でも、このゲーム、あれがあるから、クールタイムがあるから、すぐには殺せないよ。いやまあ、確かに、それは僕が冷静じゃなかっただけだ。うん、まあ、人の死を目の当たりにしたら、それは冷静じゃなくなるよな。そうだよな。なんだろう。って感じで。ガチの殺人。いや、ちょっと、何も言われないんで、すごく困ります。でも、天海じゃ何してたん、もうシロちゃん早っ。普通にタスクしてたよ。何もしてないでしょ。シロちゃん、何何何なんで。ズミズミってなってるんだけど。怖い怖い怖い。左上にズミってなってる。決断が早ない。決意が。あら、そういうことは。でも司くんなんだよ絶対。いや見た。俺じゃないよ。司はどこにいたの。分かった。まずは司くん。ピーナツくんでも。僕を。でもあと僕を釣ってくれてもいいから。まあそうなのか。そこまで言うか。とりあえずやってから考えようよ。やってから考えますか。司くんにする。じゃあポチ。投票するよ。じゃあこれ司くんにしようか。まあ。白思うのはマリちゃんが死んでる時点でマリちゃんが信じてるピーナッツくんが白なので、もうなんだろう、それに。あ、確かに。まあわざわざ殺す必要はないよな。なるほど。それはそうね。ナイスすぎんか。ムカつくな。バイバイ。人殺し。血の涙を流してる。したら、目の前で見たんだ。なんかピーナッツくんちょっと様子がおかしいので、ちょっと注意していただければと思います。わかりました。ピーナッツくん任して俺に。じゃあ俺はピーナッツくんに投票で。俺に任せて。みんなさよなら。任して。はい、バイバイ。さよなら。ありがとう。さよなら。バイバイ。宇宙に捨てられたよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。僕はタスクをこなすよ。ピーナッツくんとシロちゃん。なんかピーナッツくんとシロちゃんめっちゃ固まって動いてない。怖いんですけど。やだ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 、危ない。怖っ。嘘。はい。じゃあ皆さん今どこにいらっしゃいましたか。え、私今カフェテリアです。カフェテリア、はい。僕、メイカちゃんとシロちゃんと一緒にいた気がするよ。アドミンあたりにいました。なるほど。もっと喋っていいんですよ、もっと。あ、喋ります、喋ります。はい、なんだ、喋ります、喋ります。落ち着いて、落ち着いて。ピーナッツくん、気持ちわかるけど落ち着いて。怖っ。
怖っ。すぐにね、人を決めつけるのよくないよ。ずっと僕なんか疑ってきてたな、お前。なんで？いや、実際だから。メイカちゃんの後ろにいたから、ポンポコさんだと思う。実際、まあ、僕視点なんですけど、僕は発見者側だったんで、僕の意見言わせてもらうと、実際、一人ぼっちだったポンポコやったら一番殺しやすいんですよ。実際。僕らのそば3人固まってたんで、で、それで、まあ、ポンポコが、うまく殺したんだろうと。で、実際僕は一回天界を完全に疑ってそれを釣ったんで、その理論を通すんだったらもうポンポコ釣りになっちゃうんすよ。あー、もう反対できないね。俺もポンポコかな、じゃあ。じゃあ、シロちゃんとピーナッツくんがマジで怪しいんで、シロちゃんかピーナッツくんの二人だと思ってます。まあでも俺もポンポコに入れざるを得んのやな、今までの通すと。これはもう確実に状況証拠だね。現行犯ではないけど状況証拠で確実な警察みたいなね、包囲網に立たれています。まあまあ痕跡残ってるんだ、しゃあないか。いやでもでもすごいあのシロたち目撃できてないのですごい悲しいです、うん、そうだよ、すり合わせたらどうすんだよ。だから無実の人に罪をなすりつけられると思うともううっとりしちゃいますね。うん、イエーイイエーイ、ポンポコ、まあ、俺をどうにか誘導してくれ、じゃないと俺ポンポコに入れちまうもん。シロちゃんマジでシロちゃんだと思うよ。なんでポンポコはシロちゃんに入れる。もう異常にピーナッツくんとの仲の良さが異常とポンポコポンポコって言ってくるのが、それはめっちゃ俺も気になってるだよね。これシロちゃんだと思う。いやでもシロちゃんだとしたらピーナッツくんも絶対セットになってくるのよ。そうなんだよな、この2人ずっと一緒にいるもん。だから荷刷りの時点でもう終わってんだよな。スワンポンポコ、俺振り回されたんじゃないのこれ。結果出ろ。あ、やった、よかった、よかった、よかった、ポンポコごめん、よかった。こわっ、こんなに夢中で妨害してなかった。こわっ、あ、じゃあ、ごめん、死んでから仕事あるよ。妨害してなかったんか。いやーミスったなー、あー悔しい。豆がいなければ怖っ、バレちゃった。いやマジ怖かった今の。メイカちゃんの爪がすごいもんね。いやすごかった、一周回って怪しかったもん。刑事なんよ。あなたですよねっつって。怖っ、怖いです。なんで僕の車聞いてるんですか。え、聞かれちゃってたんですか。あれ全部聞いてた。めちゃめちゃ聞いてたけど、うん、怖ー、もうめっちゃ怖い。 GG でしたよ、あの GG だったな。後ろもう一人誰だか分かってないです。しかもあ、俺スカサ君、やっぱ天界だったよな。あ、シンプルにトマリ殺した時にピーナッツ君来てってなったらもうピナツくんに通報されちゃった。見たんだよ。あれも来ねえからやろうかなと思ったら来ちゃった。いやーおもろかったな。さあですね、固まらずにやっていきましょうと。逆に死んだ方がコラボ相手とゆっくり話せるまであるので、死んだら死んだで美味しいのではなんて考えている今日この頃です。ガッハッハッハッ。出た。あ、ちょっとそれ監視カメラが、ちょ、みんなね知らないかもしれないけど俺監視カメラなんだよこれ。めちゃくちゃ固まってめちゃくちゃ固まって、え、今誰だ、オレンジが一人だった。はい、シロちゃん死んでる、死んでる、やばい、さっき詰めすぎたから死んでる。厄介なものからやられる。厄介なものから早っ、なんということだ。え、じゃあみんな居場所報告しましょうか。みんな、はい、葵が見つけました。葵が見つけて押しました。出場所もわかるので後で発表します、はい、そうですね、はい、じゃあ僕はセキュリティにいたんですよ。セキュリティ、はい、セキュリティで、はい、これ監視カメラで通路の様子見れるんですね。おー、あ、うん、あ、それを見てましたと、はい、なるほど、一旦以上です。はい、トマリは O2 のあの酸素をやったところからそのままシールドに流れて今一緒に死体発見しました。あ、あ、じゃあし、あ、なるほど、あ、まあいいでしょう。はい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 、はい、なるほど、いいじゃんいいじゃん。目撃情報がないのは誰だ。ピッ、あ、ピカは、O2 の方に最初そのアラーム鳴った時に行って、でその後、流れで一緒にみんなとシールドの方に行って、確かにいた、見た見た見ました。私もそこにいた。ナビゲーション出たとこ。ひなたちゃんは、うん、え、そう
天界寺の大丈夫だよ。あれお前俺のこと天界寺って呼んでたっけ。名前ぶっ飛んであげるな。いつの間にか駒藤いいえ彼女なりのコミュニケーションやそう触れ触れたのでた。うん。いやーわかんないな。その後俺知らないな。うん。なんか大丈夫だ、ね、よ。あ。なんだろう。はい。集合。あ、誰も死んでないんだ。誰も死んでない。なんでなんで。猫宮なんで。いや、あの赤い人が怖かったから。怖いよね、ごめんね、そうだよね。怖いよね、あの。違う違う。聞いて。ね、今、ねうん、お左上みんながはぐれちゃってピャーって左上行ったら猫宮がいて、うん、なんかすげえついてきたの。うんうんうん。うわーってついてきて、あやばい殺されると思って、俺めっちゃパーって逃げてたら何もされなくて、はい、なんでよくわかんないです。犯罪者みんなそう言うんだよ。ひらかちゃん怪しいよね。なんか。ひらかちゃん意外と人見知りちゃんだけど、こういう人狼系って上手なはずなのに、なんか謎ムーブかましてない？なんかね、ずっとね、アドミンところにいる気がする、ひなたちゃん。あなんか毎回さ、ひなたちゃん酸素止めてるよね。そう、なんかブザー鳴った時、ひなちゃんね、あ電気消えた時、ひなちゃん止まってたから操作してるからあった。そうなの。そう。出てた。なんかムーブがね、怪しいんだよ。今僕のこと疑った人だよ。でせあああ泣かないで。可愛いでおしきとかで落ちてるぞ。逆かでもさ毎回酸素止めてるからしろってこと？ライトの時もすぐに駆けつけてくれてたから。確かに。じゃあないかもしれない。それが怪しい。なんとも言えんな。それすらできるってこと？でもしもある。それはどっちもあるから。どっちもある。みんな見逃してちょっとね、ひらちゃん注目して。誰も殺されてないから。一旦ね。不気味だな。でも不気味だ。いや俺も天界から殺意感じたからちょっと。ちょっと無理です。違う。いや感じるね。なんで？善良市民ですから。ひらたちゃん大丈夫かな。いせに殺されないから。ひらたちゃん大丈夫？早くない？え、今ひなたちゃん一人で行った。ちょっとここはあっち任せよ。アイちゃん？言った？ああ。じゃあ一人助けるか。アプラーダ。まあ、向こうめっちゃ固まっていったし、さすがにそんな大胆なことしないでしょうよと。アイちゃん？嘘だよね。アイちゃん。嘘だよね。嘘だよね、アイちゃん。ね。シュッ、待って、やだ。出てこい出てこいやめて殺せないで、あ、音楽来ねえじゃん。なんでビビらせやがって。でかいでかいかて、でかいあらららららら。え、ポンコちゃんもだ。はい、あ、待ってだ。え、二人だ。あれだ、つかさくんも。え今ちょっと待って、とりあえずどこにいたか、そう。僕はマットベイにいました。ピカエレクトリカルにいて、ちょうど天海さんと同じぐらいについて一緒に直してました。エレクトリカル、デッドモリはスイッチを押してました。私も。僕もエレクトリカル向かってました今、ストレージから。青いもそうです。向かっていた後ろ姿は見えてたはずみんなに。天界の死体どこにあったんですか？見つけたの誰だ？の中。あの停電になりまして。なりまして。停電止めるとこだよね。そう。行ったらレポートのマークが光ったから押した。私これひなたちゃん結構怪しいと思ってて、あのセキュリティのところでひなたちゃんが作業してたんだよね。はいはい、でその時に結構ね、はっきり誰がいたか覚えてないんだけど、私とつかっぴとあと何人かいたよね。いましたね。ぐらい。でその集まってる時に、その停電になったんだよ。で私たちそのエレクトリカル向かったわけなんだけど、それってあの結構集まられてて都合悪いのってさ、割と
時にさ、停電使うじゃん。うんうん。まあ確かに。分断させる。知らないけど、その場にいた人結構怪しいと思ってて、うんうんうん、そっからみんな一緒に多分エレクトリカルに移動したはずだから。うん。うんうん。で、多分ちょっとさっきの挙動とかも合わせて、ひなたちゃんも一緒にいたから、怪しいんじゃないかなって思ってる。自分で報告したってこと？ってことも全然できるのできる。そうだよね。うん、で正直その私もあのもうエレクトリカルに向かってるとかついて一緒にその解除のお手伝いしてたんだけど、うん、そこからだとあのスカッピの死体って見れなかったよね。そう見れなかった。そうそう一緒一緒、うん。そうだよね。うん、だから多分中心にいた人その場にいた人って多分スカッピのことをあんまり殺してないような気がしてで結構私一緒にみんなと固まって動いてたんだけど、うん、ひなたちゃんは多分後ろからついてきてた気がするの、うん、え葵ちゃん一緒にいたよねいたいたえ、ね、どうだった葵ちゃん見えたかどうかそうエレクトリカル葵はね、結構後ろから行っちゃって着いた頃にはもう終わっちゃってたから全然見えてなかった。ひなたちゃん死体は見えたけどちょっともう一回ボタン押しますね、俺死体は見てます了解了解はい、これはスキップねそうなんだえ、違うよ、僕にゃどうなえ、僕ちょっとメカちゃんうんうんえあ、宮田なんで俺の名前が出たんだ猫宮輝星ちゃん、名前呼ばれたぞ、お前らヒューやったぜ名前折れちゃったぜ、おい約束ってやつだな、ガハハハよいしょ。よいしょ。はい、よしよし。よし。はい。はい集合僕からちょっと言いたいことあって、はい。ちょくちょくアドミンとかセキュリティで他の人の位置見てたんですね、俺。で、やってる時に、いつ見てもひなたちゃん一人なんですよ、実際。で、アドミン付近にいることが多くって、アドミンってやっぱみんなの位置把握できちゃう場所なんで、なるほど。やっぱ敵側でも、味方でもそうですけど、動きやすい場所なんですよ。で、タスクない人はやっぱ同じ場所に居座れるし、っていう点で、俺自身もなんか、展開が死んでるにつき、まあ、ひなたちゃんなのかなって僕は。殺しちゃったら僕疑われるから殺さないと思います。うーん。うわー、わかんないな。でも、うーん。でもそれ、ひなたちゃんじゃなくて、もう一人が殺してる可能性もある。それは全然あるし、ね。二人残ってたら。え、アイちゃんとピカミちゃんは単独で行動してたの？あ、私ね、なんか誰か、あ、割そうだね。割と単独が多かったかも。なんか一人と遭遇するとやっぱり殺されそうで怖くって、うんうんうん、なんか二人以上塊見つけてないと一緒に動いてなかったんだけど、うんうんうん、ただ私後半もうタスクが終わってて、うん、リアクターあたりに行って終わっみんな、うん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 、そのスカッピも含めて固まってるの見つけたから、そっから多分セキュリティでひなたちゃん見つけてからみんなと一緒にずっと行動してた。そう、俺も実際その固まりすぎると強すぎるなと思って。一人で結構動いてたんですね。で、結構愛ちゃんとすれ違うシーンは何回かあって、それで殺されなかったんで、俺は愛ちゃんを信用してるんですよ。うんうん、親分を。うん。もう殺せるタイミングがいくらでもあったんで、俺のことを。うん、うん。で、っていう点で、うん。ピカミちゃん、あ、ミュートになってる、ピカミちゃん。ピカミちゃん。ややこしいよね、ディスコードね。すいません、めっちゃ一人で、うん、言ってます。ええ、ええ。ミカちゃんと一緒になって殺されなかったです。ああね、うん、そうそう。葵ちゃんもアッパーエンジとかで一人だったもんね。そうそうそう、あった、うんうん、あった時。そうそう。ストレージピカちゃんとアイちゃんと動いてたから。うんうん、だからここ、強気にちょっと、突っとかないと実際苦しいのかなとも思うんですよ。二、ね、人殺されちゃったらもう、何体なんだ。だから僕的には、ひなたちゃんに投票したい。でも、今も聞いて、うん、僕と、メイカちゃんは、うんうん、意味の前殴り合いをしてるかなって今思っちゃいます。あ、なるほど。逆に。あ、なんか電気が消える直前に、うん、みんながそのリアクターに集まってて、うん、こう上に行こうとしてその中、そのひなたちゃんがちょっと止まってて、そっから電気が消えたから、そうだよね。そこでなんかその電気を消すときって一回マップを開いてからじゃないと、いやーむずいな、それでやったのかなって思います。そうだね、なんか作業してると思ったけど。入れます。はい、僕も入れます。入れます。ひなたちゃん、ひなたちゃん、えごめんね、ごめんね、違ったら、ごめんね、
お墓参りは行くからね。ごめんね。追放されたー。罪悪感やば。これ違ったらどうしよう。タスクこれ全部終わったけど、これ次のタスク出ないの俺。ちょっと初めて全部やり遂げちゃったからわかんねえや。ストレージにみんな固まってんな。ちょ、カメラ、セキュリティ見に行こうかな。俺はじゃあ。タスクもないんですけど。つか。やるタスクないけど。ちょ、コメントなんでちょっと教えてくれる後で。俺今見ないからさ。タスクなくなった後どうすんのか。葵ちゃんが一人。葵ちゃんが一人。じゃ、俺が今葵ちゃんに殺されれば。俺が今葵ちゃんに殺されれば。あれ監視カメラの場所。間違いちって。ゴリシって。間違いちって。アイちゃんとアオイちゃんもすぐそばだ。みんな一緒だね。うわ、マジか。うわ、マジ、これまた困った。いや、これむずいって。待って、すごい雑に殺人行われた。いや、今、見えたよ、見えたよ。いや、でも、こんだけ集まってる子、誰かわかんないんですよ、逆に。いや、でも、多分。多分ピーナッツくんだと思う。あ、そうなの？うん、茶色が、茶色から血しぶきが出てた。あ、ピーナッツくん、なんかあったら聞くよ。何？何？言ってから。だってさ、みんな集まってたしさ。うん。え、そんなわかんないよね。アクションは一応軽く。あ、みんな集まってたからやれたと思ったってことですか？いや、違う。僕見えなかったもん。僕見えなかった？同じ場所にいたけど、完全に。うん。うん。誰が死んだ？ピカミちゃんだね。うん。で、全然見えなかった。あー、なるほどね。誰が一緒にいました？葵は少し遅れていたんだけど、なんなら全員いたよ。多分そうだね。なんかちょうど全員集まったタイミングだったね。え、これ当たり判定ありましたね、結構。え、でも、多分、でも、私は、アクション的にピーナッツくんだった気がする。え、ちょっといいですか、葵喋って、うん、どうぞ。はい。ちょっと葵少し遅れていったんだけど、メイカちゃんが一番奥の壁から出てきたから、うん、タスクやってたのかなって思うんですよ。監視カメラ見てましたね、俺はね、ということから言うと、メイカちゃんではない。そうだね、助かる。で、葵ちゃん後ろから来てて、あの、私見てるから、あの、私たち後ろらへんにいたよね。そうそう、それで茶色から血が出た気がする。そうなんだよね。茶色から血が出たって何ですかそれ。ピーナツくん、血だった。あ、まあ、血ならしゃあないな、それは。しゃあないな。もう、血便の話やめてくださいよ。そう、だからメイクちゃんが本当にタスクやってたとすると、アイちゃんとアオイが見てるから。そうだね。で、ここで多分もしさっきので、まあ、本当にひなたちゃんだとしたら、まあ、1人連れてるから、ここで1人減っても、ね、まあ負けないのね。ただ、ね、もし連れてなかったらここでやっとかないと怖いじゃん。そうそうそう。でもこれはでもピーナッツくん、え、待って、意外もし僕が白だったらさ、え、そうなの、ま、怖い。負けだよ。そう、怖いんだけど、ただピーナッツくん以外他に誰っていうのが。でも今これつらんかったらもうタイミングない。マリちゃん、そうなの、うん、ない。もう1人殺されるまで証明できないからね。これさったらもうね、あの、もし2人残ってたら終わりだね。だから葵の中ではピーナッツくんとマリちゃんが怪しめに見えてる。とりあえず確かにマリちゃんいたよね。そう、マリちゃんはいたの。信じていいかな。ただ走ってきただけで何も分かんなかった。なるほど。すまん、豆。豆、ごめんな。バイバイ。待って、アイちゃん。何？何よ。だってフォールガイズ1位じゃなかったしな。確かに。ザイちゃーん。え、どうなんだろうな、これピーナッツくん。あー、終わんないんだけど。やだ。え、でも終わんないってことは1人よ。いて1人、いて1人よ、これは。これはいて1人なんよ。ちょ、タスクどうするよ。ピーナッツくんだって2人だったら終わってんだよ、絶対1人なの。でも俺タスクないんですけど、つか。ちょっと、やっぱ牽制しちゃってる。タスク、お前らねえの？タスクないの？ちゅ、これみんな離れらんないやつじゃん。あ、でもなぁ。ええー。まあ、でも二人だった説、もともと二人でピーナッツくんが殺した説。なんか、葵ちゃん、あ。これ二手に分かれさせられるやつだな。でもいい。俺は強気に行こう。アイちゃんと一緒に行ってる。
04594、まあ、これで俺はやっただろう、証明したろう。1人の方終わってないな。今いないのは泊まり、マジで？マジか。今のそういうことか。おじさんがよ。いやー、マジか。やってくれた。ひなたちゃんごめん。ピーナッツくんが刺してたでしょ。刺してました。なんであんなわかりやすい。わかるかね。一緒に殺してればよかったんだけど。そうなんだよ、マリちゃんと息を合わせてダブルキルして勝とうと思ったんだけど、マリちゃんがそう、なんかピーナッツより勝手にお尻から出しなさったから。チェリーボンビじゃん。うまい。うまかった。よっしゃー。隠したのは死んだ僕です。おるねやってるぞ。人殺すげー。ここぞとばかりに。そう、あれ上に3人走ってってくれたから。いや、それで1人待ってたのうまいね。マリちゃんナイス。いや面白いね。どうしよう、時間があって思って行かなきゃって思って、ただなんかこう離れるのめっちゃ怖いなって思って行ったら、ね、やってなかったの。マリちゃん、すごいわ。今ってあれですよね、殺されたのは親分だけで、俺と葵ちゃんは生きてたのかな、一緒に生きてました。あ、じゃあ結局酸素のタスクが完了できなくて終わったんだよね、最後は。そうだね。はい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 、不足で。あー、すげー、なるほどな。難しいね。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録高評価よろしくなるぜ。また明日会おうな。じゃあな。